どうも中島です。今日の動画は読者満足度の高いブログを目指すと失敗する理由というテーマでお話をしていきます。SEO 対策では読者満足度の高いブログを作ることが重要です。それはこの動画視聴者さんならみんなが知っていることです。僕も YouTube で何回も読者満足度の話をしてきました。しかし気になっていることがあるかもしれません。そもそも読者満足度の高いブログって何どうやって読者満足度が高いかどうかを判断すればいいの そう思っているかもしれません。この目指すべき読者満足度が明確じゃない人が多いです。正直言って、その状態でいくら頑張ってもうまくいかないことが多いです。それは目隠しをして走っているのと同じだからです。そのままじゃゴールにたどり着けません。読者満足度は重要ですが、指標としては参考になりません。今日は初心者が本当に目指すべき指標を解説します。では早速やっていきましょう。 業業業界界界にに転職したい安倍がでで働くく中時にウェブ業界のリアルな雰囲気を聞く TV です最初に SEO 対策の重要ポイントをまとめます SEO 対策では次の3つが重要です読みやすさ読者満足度非リンクこの読者満足度には検索意図や潜在ニーズも含まれます読みやすさも読者満足度の一部なんですがここでは別にしています読みやすさは特に見た目やデザイン性のことです これらを満たすことができれば SEO で上位表示される可能性は高いです。ただこれらを満たすことができているかどうかは判断が難しいです。例えば読者満足度が高いかどうかの判断はどうするか。ここがわからずに悩んでいる人は多いはずです。読者満足度は判断しにくい。読者満足度が高くなる条件はたくさんあります。例えば次のようなものです。検索意図を満たしている。他とは差別化されている。読みやすい。 デザイン性が高い。執筆者の権威性。SEO で上位表示したい人はこのような記事を目指します。しかし、ここに失敗する原因があります。簡単に言えば主観的な判断に頼ってブログ運営していることが失敗の原因です。さっき紹介した読者満足度の指標は全て主観的な判断でしかないです。実際に読者がどう思ったかを調べる方法はないです。 読者満足度が高い記事だと自分が思っていても読者はそう思っていないかもしれません。客観的な判断基準としてページ滞在時間や直記率が主要になることも多いです。しかし、直記率が低いイコール読者満足度が高いとは言いません。一記事で悩みが解決すれば読者は直記します。それは Google が求めているものです。読者満足度を客観的に判断することは現実的に難しいです。読者満足度は客観的に判断できない。 読者満足度の高い記事を書くことは SEO で重要です。ブログ運営者は読者満足度の高い記事を目指さなければいけません。しかし読者満足度を指標にしたらダメです。それは読者満足度が数値化できないものだからです。SEO で上位表示されれば読者満足度が高いと判断できます。そうなると SEO で上位表示されるかされないか、最終的な結果でしか判断できません。SEO で上位表示されることは最終的な目標です。 勝率を上げたいなら中間目標を絶対に設定しないとダメです。そうじゃないと間違った努力を続けてしまう可能性もあるからです。少しずつでもゴールに近づいているなら問題ないです。でも多くの人は必死に頑張って全然違う方向に進んでしまっています。分かりやすい指標や目標が必要。数値化できない読者満足度は指標にすべきじゃないです。数値化できる指標が何かを教えます。それはシリンク数とドメインパワーです。 SEO に一番影響を与えるのが非リンクです。これは Google の今までの歴史から考えても間違いないです。ドメインパワーは主に非リンクによって決まります。さっきも言った通り読者満足度の高い記事を必死に書こうとしてもゴールに近づけていない可能性もあります。自分の思う読者満足度がずれている可能性があるからです。 しかし、ヒリンク獲得は確実にゴールに近づきます。ヒリンク数もドメインパワーも数値として確認できます。ドメインパワーが0から5になれば SEO で上がりやすくなっています。逆にいつまでも数値が変わらなければゴールには近づけていません。これなら知識や経験がない初心者でも誰でも判断できます。ヒリンクとドメインパワーは数値でわかる。ドメインパワーは Uber Suggest を使えば無料で調べられます。 ウーバーサジェストのドメインスコアがドメインパワーの数字になります。ドメインスコアが高くなるほど SEO では上がりやすくなります。このドメインスコアは Google の公式な数字ではないです。ウーバーサジェスト側が独自に算出したものです。なので、ドメインスコアが高いから SEO で上がるわけではないから注意してください。ただ、ドメインスコアと検索順位には相関関係があります。検索上位はドメインスコアが高いことが多いです。 ここでは目標にするドメインスコアもお伝えします。稼げていない人はほとんどがドメインスコア5以下です。ドメインスコア0やデータ自体が見つからない人も多いはずです。もし自分のブログがそうなら SEO で上がらないのは当然です。月5万円以上稼ぎたいのであればドメインスコア20以上を目指してください。ドメインスコアが20あれば月5万円稼げる可能性はぐっと高くなります。ただし、ドメインスコアが20以上でも稼げないこともあります。 逆にドメインスコアが10以下でも稼げているブログはたくさんあります。ドメインスコアはあくまで SEO の上がりやすさの目安のようなものだと考えてください。ただ目安だとしてもドメインスコアのような数値化できるものを指標にしましょう。ドメインスコア20以上を目指す。ドメインスコアに一番影響するのが非リンクです。稼げない人はほとんどが非リンク0。ドメインスコアも0です。結果的にどんなに頑張って記事を書いても SEO で上がりません。 ヒリンクはドメインスコアが高いサイトからのヒリンクが有効です。特に SEO のことを考えれば関連ジャンルのサイトからのリンクが効果的です。ただし関連ジャンル以外のリンクも有効なのでもらえるリンクは全てもらいましょう。ヒリンクは自然に獲得できるようなものではないです。役立つ記事を書いていればヒリンクが集まるというのは間違いです。ヒリンクを獲得したければヒリンク獲得戦略が重要です。 ヒリンク獲得戦略は別の動画で詳しく解説しているのでそちらを見てください。ヒリンク獲得戦略が重要。今日は読者満足度の高いブログを目指すと失敗する原因を解説しました。結論から言えば抽象的な読者満足度を指標にすると失敗するという話でした。SEO 対策では次の3つが重要です。読みやすさ、読者満足度、ヒリンク。これらを満たすことができれば SEO で上位表示される可能性が高いです。 この読みやすさや読者満足度は主観的な判断しかできません。数値化できないものだからブログ運営の指標にしたらダメです。数値化できる指標は非リンク数とドメインパワーです。ドメインパワーは主に非リンクによって決まることが多いです。SEO に一番影響を与えるのが非リンクです。数値化できる指標なら知識や経験がない初心者でも誰でも簡単に判断できます。ドメインパワーは Uber Suggest を使えば無料で調べられます。ドメインスコアが高いほど SEO は上がりやすくなります。 月5万円以上を稼ぎたいならドメインスコア20以上を目指してください。非リンクは自然に集まるようなものじゃないです。非リンク獲得戦略をしっかり考えてください。読者満足度が高いブログを作ることは SEO で重要です。みんなが絶対にそこを目指さなければいけません。しかしそこを指標にして失敗している初心者が多いです。それは読者満足度が数値化できないものだからです。目標と指標はしっかり分けて考えないといけません。読者満足度が高い記事って何 読みやすい記事って何というのがわからない初心者は特に注意してください本当にブログで稼ぎたいなら数値化できるヒリンク数とドメインパワーを指標にしましょうでは今日の解説は以上です読者満足度は SEO で重要だけど満たされたかどうかの判断が難しい指標にすべきは数値化できるヒリンク数とドメインパワーヒリンク獲得戦略でドメインパワー20以上を目指そう 最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受け付けているのでお気軽にコメントをしてください。コメントは参考になったのような一言のコメントでもすごく嬉しいです。お気軽にコメントを残してください。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信していますのでよろしければチャンネル登録をしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。